どうも、なおちんでーす。メガテン5やっていきまーす。よろしくお願いします。さあ、今日ですけども、これ、アラハバギを使ってみようと思います。コメントでもね、たくさんいただいてまして、すごい強いらしいんですよね。で、ちょっとやり方は、いまいちわかってないんですけども、まあ、大体こんな感じかなっていうところでやっていきます。まあ、多分できると思います。いきましょう。それでは、創生ハードレベル999やっていきたいと思います。まずここでホルスとアラハバギを変えて、ここでスタートだよね。アラハバギにバフがかかりました。んで自在を使うんだよね。でこれによってパスとチェンジが無限にできるようになるんだもんね。でチェンジで出てきたキャラクターはアラハバギと同じバフだね。自在がかかったまんまになるからこれで OK ですね。はい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 。で交代の時に敵味方にデバフをかけるやつを変えていく。アザゼルとチチミトルと、ベリアルだね。オッケー。あー、やっぱ結構時間かかるね。時間はかかるけど、まあ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 仕方ないか。でここでチェンジとかを使ってあげても大丈夫よね。大丈夫よね。うん、アイコンは消費されない。オッケー。オッケー。とりあえずアラハバギのステータスを見ながらやっていったらいいかな。ベリアル。はい。今防御2段階下がってます。あと攻撃2段階と回避2段階ね。オッケー。アザゼルね。で攻撃が下がりました。で主人公でまたチェンジでこうだよね。 OK。 で、ベリアルをアザゼルに変えてあげて終わりだね。これでバフは完璧になったよね。なったなった。でもって、アラハバギはそのまんまで、でここをアタッカーのマサカドとカーリーに、あーアリオクでもいいな。アリオクにしようか。オッケー。あ、いや、カーリーの、あ、カーリーが上だわ。カーリーのか、うんうん、火力出る。まあまあいいでしょう。チェンジでマサカドとアザゼル。オッケー。あ、違う。ごめん、ミスった。あのね、これだ。天の雑魚を挟んでなかった。天の雑魚挟んで、デバフをバフに切り替えるんだよね。オッケー、オッケー。で、これでいいんだ。で、パス。で、アリオクよりもカーリーの方が通常だと火力が出るので、カーリーを入れときましょう。で、主人公が、チェンジで、天の雑魚をマサカド。完璧だ。出来上がり。出番だ。いけ。完全にバフがかかってますね。で敵には完全にデバフがかかってる。 OK。 でこれで攻撃していくわけだ。ちょっと待って、そんなもん、そんなもんか。あ、まあまあまあね、
敵のレベル999だし、まあそうだわ、うん。でまた変えていっていいんだよね、うん、変えていって攻撃していけば、確実にワンターンで倒していけるんで、でもやっぱコメントの通りかもね、レベル999の敵って意外とおもろい視線とか外すかもしれない。なかなかちょっと難しいな。 OK、まあ必中がね入りますんで、しっかりとねチェンジを入れていきましょう。でここをカーリーね、オッケー。いやー、うん、時間はかかるけどね、強いな、強いっていうか、なんかちょっとずるい感じの戦い方ですね。いやむちゃくちゃ強い、むちゃくちゃ強いよ。クリティカルが出ない。でまたねチェンジをしていけば全然 OK だからね。はい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 、ここはもうゼウスで攻撃しよう。いやー弱かった弱かった。いやでもこれがこのターンだけじゃなくって、次のターンとかでも このまんまでしょ。アラハバキが、あでも自在は切れるのか、自在は切れるけども、まあ、この強化バフなんかはすごい入ってくれるんでいいでしょう。 OK、 はい、なるほどね、こういう戦い方なんですね。でもレベル999の敵に対しては1ターンで倒すのはちょっと厳しい時があるっぽいね。なるほどね。でもまあまあやり方は分かりました。やり方は分かった。強いね、すっげえ強い。なるほどね。 OK、 でここでチェンジを入れてあげて、周り置くでもいいか。またアラハバキとね同じバフがかかるので、はいはいはい、分かった、これは強い。はい、ということで今日はコメントありがとうございました。本当にね毎日たくさんのコメント本当にありがとうございます。アラハバギ使ってみましたけども強いね、強い。いやずるいなこれはずるい。でも時間がかかっちゃうので、まあ通常クリアしていく中ではそうそう使うことはないと思うんですけども、うん、まあ強敵と戦うときは全然いいかなと思います。ずるいけどね、うん、いやなかなか面白い戦い方でした。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。